スバルはインプレッサを一部改良しました。インプレッサ誕生30周年を記念した特別使用車も発売しました。インプレッサ30周年を記念車もスバルはインプレッサを一部改良した2016年10月に発表した第5世代インプレッサは国内主力車種としてスバルグローバルプラットフォームや国産車発となる歩行者保護 エアバッグなどの新技術を採用。今回の改良では2 0 i s i s i g アドバンス STI スポーツにフロントシートヒーターを標準装備し、インプレッサとして初めてファブリックシートフロントシートヒーターの組み合わせを設定した1 6 i s i s i g はインストルメントパネル各部に加色を追加。ボディカラーではアドバンスにはラグーンブルーパール。 STI スポーツには、クールグレーカーキを新たに設定した。さらに、インプレッサ誕生30周年を記念し、1.6iSi サイトの内外装に STI スポーツの、スポーティな世界観を加えた特別使用者、1.6iSi サイトアクセントブラックを設定。専用デザインのホイールやエクステリアを、ブラックカラーでコーディネートすることで引き締まった印象に、 仕上げた価格税込みは200万2000円295万9000円。